4月28日木曜日、地元応援つながるニュース、つながるパーソナリティの岡山ひとみです。この番組では地域の話題や暮らしに役立つ様々な情報をお届けしていきます。そして木曜日のつながるリポーター、まことフィッシングさんは先週に引き続き今日も中継に出ているということなんです。フィッシングさん、どこにいるの？はい、どうも、ワンダーランドまことフィッシングです。はい、岡山さん、今日はですね、和歌山マリナシティ海洋釣り堀釣り公園にお邪魔しております。おっと、今日も釣りやね。今日も釣りですよ、今日も釣りですよ、はい。さあ、早速ですね、はい、園長の柴さんをご紹介したいと思います。柴さん、お願いします。はい、久しぶり。はい、皆さんこんにちは、和歌山マリナシティ釣り堀釣り公園の柴です。よろしくお願いします。お願いします。おなじみ、岡山さんと柴さんね、もうおなじみですよね。おなじみです。そうですね、今日もお邪魔しております。またよろしくお願いします。お願いします。はい、で柴さん、はい、ちょっとですね、こちらの釣り堀釣り公園の特徴を教えてもらっていいですか？はい、もう見ての通りね、はい、足場しっかりしている場所で、はい、で見ての通り広い釣り堀となってますので、投げる釣り堀ですね。広いですよね、はい、で、はい、釣り堀は釣り放題となっております。はい、そして釣り公園では自然の魚を釣っていただく場所で、はい、今現在イワシですね。はい、イワシが釣れてますので、サビキ釣り、はい、面白いと思いますので。イワシたくさんね、はい、入ってきてますよね。そうなんですよ。だからファミリーフィッシングでサビキ釣りやってもらったら、うん、このゴールデンウィークも楽しめると思うんですけども。そうなんです、はい、もうね、サビキでね釣れると思いますので、はい、で家族で来たら楽しめると思います。はい、さあ、そして今日はですね、まあ、釣り堀の方をご紹介したいと思うんですけども、はい、はい、そうです。釣り堀、最近の釣果どんな感じでしょうか？はい、はい、水温がね18度になってきましたので、はい、今まではね13度とかだったんですけども、ようやく釣れる水温になってきましたので、はい、釣果としてはお一人様5匹ぐらいは釣れるんじゃないかなと思います。はい、どんな魚が入ってて、どういう風にたくさん釣れてるんですか？はい、あの基本的にはですね、うちはマダイを中心としております。はい、で釣り堀は40センチ以上の魚が入ってますので、あとはシマアジ、ヒラメで、ブリ、メジロですね。はい、はい、狙っていただきましたら、今現在ハマチが活性がいいと思いますので、はい、このハマチ狙ってもらっても面白いと思います。なるほど、皆さんね、たくさん釣られてますよね。はい、そうです。じゃあ柴さん、ちょっと、はい、釣り方とか、はい、餌とかもちょっと教えてもらっていいですか？わかりました。はい、こちらのラインナップとなっております。はい、あ、はい、餌が、はい、はい、こちらになります。ね、あの基本的にはこの団子餌ですね。あ、ちょ、いいですか？はい、はい、こういう団子餌を使ってね、はい、はい、こういう風に、ね、なってますね、団子。はい、これをね、基本は3粒つけていただいて、はい、で針に包むようにつけてやってみてください。はい、はい、そんな餌もありますし、はい、他にもね、いろんな、そうですね、あの青物狙いたい人はこのイワシとか、シ、はい、もしくはこのキビナゴですね。はい、はいはい、キビナゴとかね、はい、本格的ありますけども、はい、はい、岡山さん、今日はちょっと釣り堀としては珍しいんですけども、ささみ、鳥のささみでね、もう釣れるんですよね。はい、そうなんですよ。カツラを使えんの？釣り堀専用の餌、はい、食べんの？はい、そうなんよ。これ、知らんかった。ささみを使って、はい、最近釣果出てるみたいなんで、はい、早速やってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。これは期待かかってるで、予算釣れてる言うてたし、はい、期待かかってる。わ、プレッシャーなるやん、岡山さん、まだ。いや、そら期待するやん。はい、これささみ、今日はもう助っ人もたくさん来てくれてますんで、必ず誰かが釣ると思います。はい、またね、こちら、はい、うちの精鋭部隊が準備しておりますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。チーム戦やな。はい、じゃあ期待できるね。いきたいと思います。いきますよ。はい、はい、連れてください。お願いします。頼むよ。よいしょ。いいね。いや、今日は釣れるでしょ、これ。大丈夫でしょう。はい、はい、ね、今日釣れな、どうすんのよ。では頑張って釣りしたいと思います。期待しております。応援してるよ。頼むよ。ということでね、つながるニュースでのね、ラストフィッシングコーナーということですから、もう今日はね、いい感じに大物を釣り上げてくれると信じております。さあ、それではここでこの番組の放送エリア内における昨日の新規陽性者数をお伝えします。現在新規陽性者数はやや落ち着きを見せていますが、ゴールデンウィークを控え、これまで以上に注意が必要な時期を迎えます。3密を避け、マスクの着用や手洗い、こまめな換気など、改めて基本的な感染予防対策を見直し、感染拡大防止に努めていきましょう。それでは地域の話題です。23日、三崎町のいきいきパークでひまわりの種まき会が行われました。三崎ひまわりいっぱいプロジェクトと題したこの取り組み、
新型コロナウイルス感染症が流行し活動が制限される中、夏に地域の皆さんがひまわりの花を囲みながら交流できるようにと2020年春にスタートしました。現在では三崎町教育委員会をはじめさまざまな団体や企業が協力しこの活動を推進しています。最初に主催者からこの活動が始まった経緯や種の植え方の説明が参加者に伝えられました。この日は三崎町に住む27人が参加し、いきいきパークに作られたおよそ70メートルの花壇に種を植えました。軍手をはめた子どもたちは慣れない作業に戸惑いながらも、目盛りをうまく使って等間隔に種を植えていきます。子どもたちは育っていく過程、咲いた花、枯れていく様子などを観察し、ひまわりの一年を楽しみながら学びます。植えた種は5日ほどで芽を出し、7月上旬には花を咲かせる予定です。5回思ってた以上に楽しかったです。やっぱ子どもにこういったね、やっぱ自然の体験させてあげるっていうのはいいかなと思って、また来年も来たいと思います。こういった皆さんが集まるところで皆さんが植えてくれたひまわりが大きく花咲きましたら、きっと皆さんもっと楽しくなるかなと思っています。でこのひまわりいっぱいプロジェクトをきっかけに、地域の皆さんの交流が深まったり、また新たなつながりが生まれたりすることを願っています。これからますますですね、三崎をひまわりいっぱいにしていこうというプロジェクトですので、どうぞ皆さんぜひ、参加していただければと思います。はい、みんなでね、種をまく作業も本当に楽しそうでしたし、またこの自分たちのまいた種から育って花開くところ、本当に今から楽しみですね。では次です。24日、泉佐野市のリンクープレミアムアウトレットで、泉佐野警察署による春の地域安全フェスタが開催されました。4月18日から27日まで、大阪府では安心安全のまちづくりを目指す地域安全運動週間です。この期間に合わせ、泉佐野警察署は大阪府内の犯罪発生情報や防犯対策情報などをお届けする防犯アプリ、アンマチアプリの普及啓発をリンクプレミアムアウトレットと協力し行いました。去年3月より運用を開始したアンマチアプリ、主な機能として地域で発生した犯罪情報などをリアルタイムで知ることのできるアンマチメールや、地域の犯罪などを地図上で確認することができる防犯マップなどがあります。その他、警告音やフラッシュライトで周囲に危険を知らせる痴漢撃退防犯ブザーが備わっています。普及啓発活動には泉佐野警察署だけでなく、学生ボランティア団体のミックスが参加。7名の大学生が来場者にアプリ登録の促進や使用方法の説明などを行い、アンマチアプリを PR しました。またアプリ登録者にはリンクープレミアムアウトレットのおよそ100店舗で使える割引クーポンを配布。これ使えるところあるんで、で今日やったらリンクープレミアムアウトレットを押してもらって、その他会場では子どもたち向けに警察官の制服の試着と記念撮影会もあり、幅広い年代に対し防犯意識向上が呼びかけられました。アンマチアプリを通して犯罪被害防止や近年多発している特殊詐欺の被害防止など、地域の住民が安心安全に暮らせるまちづくりが期待されます。やはり私どもは、ね、目指すのは皆様方の安全安心な暮らしでございます。ですからこういったアンマチアプリを通じまして、一人一人が防犯意識を高めていただいて、防犯に対する自主防犯行動を取っていただければとこう思っております。その中で警察の方で力になれればとこういつも思っている次第です。
はい、このアプリの利用者同士で犯罪情報をシェアすることができたり、またいざという時に周りに助けを求めることができたりと、防犯につながるいろんな機能備わっていますから、ぜひ活用していただきまして、また周りの人にもね、このアンマチアプリ知らせてあげてほしいなと思います。さあ、それではまことフィッシングさん、どんな様子なんでしょうか。フィッシングさん、釣れてる？はい、岡山さん、はい、元気な声やね。結構、うん、天気もね、うん、落ち着いてきて、うん、浮きのこの入ってるのが分かりやすいですね、うん、なんか当たりもありました。あ、そうなの？期待していいの？はい、いや、釣れると思うんですけどね、今日は今んとこチームフィッシングはちょっと静かにしてんのね番組始まってから。どうですかね、誰かが、うん、今んとこ静か。あ、来た？あ、来ましたね。あ、スケット。あ、来ました。お、うちの先生からかけてくれた。 おナイス。知らってるよ。何何何何何でしょうか。何釣れました？あ、こっちですね、こっち。なんか動き回ってるよ。こっち来てください、こっち。来た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 。いいねいいね、臨場感あるよ。あ、おーおーおー、タイよ、タイよね。マダイですね、マダイ。見えてますか？見える見える。おお、来たこれこれすごいすごいすごい、すごい。息がいいね。はい、マダイでございます。マダイ中継で釣りやね、これや。チームプレイ、素晴らしい。柴さんも網抱えて。意外に大きいかもしれませんね。格闘してる。これすごい引き、大きいぞ。すごい引き。わわわわ、そうか、かかってからの勝負やねんな。ここでもう逃げ、あ、すごい格闘してる。逃げられた。おさ、いや、面白い。でもまあこれは逆に言うからね、うん、これでまさかまさかの、はい、次やんかな。次かかったらやんか。ちょっと大きかったですね、はい、大きかったですね、今のタイ。そうなんですよ、はい、一応ですね、あのでっかいマダイも入ってまして、うちはね、釣り堀はスーパーシリーズってあるんですよ。スーパーシリーズ岡山さんあるんですよ、うん、はい、あのスーパーマリーナビッグマダイという、ね、40センチ以上のものを僕あのな、そこでしか聞いたことないけども、はい、あとね、ヒラメもね。そうなんですよ、うん、はい、ヒラメなんでしたっけ。スーパーウルトラビッグヒラメです。はい、スーパーウルトラビッグヒラメ。オリジナリティやな、はい、あとスーパーグレでございます。はい、はい、岡山さんもご存知、スーパーシリーズがあるんでね。スーパーシリーズがあるんやね。今のはでかかったな。今のはでかかったですね、はい、やっぱりさ、いや、ちょっと僕も頑張って、そう、頑張ってよ、はい、うん、はい。釣り人にはさ、そういうさ、スーパーシリーズいいねんけど、うん、でもほら、初心者の子供たちもやっぱやってみたいなっていう時は、あ、そうなんですよね、柴さん、はい、子供さん専用のね、うん、そうなんです、釣り堀もあるんですよね、はい、4月からですね、はい、子供釣り堀というのがですね、はい、はい、ちょっと開始したんや。小物釣り堀から子供釣り堀に、はい、はい、子供さん専用の釣り堀があるの で、うん、ちょっと昼間そちらの様子、撮影したんでですね、見ていただいていいですかね。ぜひぜひ、はい、ゴールデンウィーク楽しめると思いますよ。おっと、今日の様子ね、楽しめます。見てみます。はい、ちょっと見てください、お願いします。こちら小物釣り堀にやってきました。子供たちが楽しそうに釣りしてますね。ちょっとお話聞きに行きましょう。さあ、スタッフの辻さんです。はい、はい、こんにちは。こんにちは。辻さん、小物釣り堀にぎわってますね。いつも賑わってますですね、はい、ちょっとどんな内容なのか教えてもらっていいですか。小物釣り堀、一応1人5匹までの釣りで、ただしタイが釣れれば終わりになるんですよ、はい、1匹でも。あ、大きなタイも入ってるんですね、はい、だからタイは5匹目に釣ってもらったら一番お得な上手な釣り方になるんですよ。そうなんですね、はい、どんな魚入ってるんですか。ここにはアジ、イサギ、グレ、その他もろもろ約8種類ぐらい入ってます。いろんな魚入ってるんですね、はい、あるしね、はい、5匹まで釣って楽しんでもらえると、はい、料金なんかも教えてもらっていいですか。料金は1人様3円になるんですよ。3000円でね、はい、はい、なるほど。こう竹竿で手軽に楽しんでもらえる小物釣り堀、はい、これ大人も大丈夫なんですか。大人はダメなんです、小学生のみ。じゃあ行ってみましょうか、はい、もう一度、はい、お、沈んた。うわ、かかった。かかりましたよ。ないのかかった、かかった。ゆっくり上げるんやで。すごい引き。ゆっくりね。よいしょ。お見事。これは高部という魚ですね。高部。はい。うわ、結構こう簡単に釣れるんですね。はい。簡単に釣れやんとね、子供さん上げてくるんで。そっか、手軽に楽しんでもらえる。
お、沈んでいって。お、今アジ食べた。あ、来た。スーッと、触った。ゆっくりゆっくり。ゆっくり上げると、アジ口切れるんでね。で、頑張ってよ。よいしょ。お、釣れたー、すごい。辻さん、これは何？これはアジですね。アジ、うわ、はい、アジ美味しいね。おー、だいぶ重たい。うん、めっちゃ重たい。めっちゃ重たい。うわ、でっかー。釣れた。釣れました。すごい。お兄ちゃん、タイ釣れたね。うん。どうやった？え、めっちゃ嬉しい。引きはどんな感じやった？めっちゃ強い。強い？うん。いや、これで 1,2,3,4,5 匹小物釣り堀、楽しいですね、辻さん。そうですね、子供さん、まあ、皆さん喜んでいただくんでね。はい、ね、こうやって、まあ、はい、安全にね、釣りができるんですね。はい、どうでした？楽しかった？楽しかったです。どうやった、お兄ちゃん？でもめっちゃ楽しかった。タイの引きは？え、強かった。強かった。はい、楽しめたね。はい、良、はい、かったですですね、はい、ゴールデンウィークもね、はい、またぜひね、はい、お越しください。はい、お待ちしてます。はい、はいはい、ありがとう。当たりがありますね。フィッシングさん、さあ来い。うわ、今来てたのに何？ごめん、話しかけて。赤方大丈夫？いや、いや今ね、今来てるんす。来てるんですけど、これ餌取られた。めちゃめちゃ釣ってたで。ちょっと餌チェック必要ですかね。今ね浮きがね、めっちゃ沈んでたんですけど、うん、ちょっと餌取られたかな。緊張感あるね。あ、餌取られてる。餌取られてますわ。絶対釣りますよ、岡山さん。これ頼むで。いや、今さ、小学生限定の釣り堀の様子見せてもらったけれど、ささみで行ってみましょう今度はね。はい、いいじゃない。楽しみに出たでしょ。そう、なんかやっぱり小学生限定だからさ、子供たちも気兼ねなく釣れそうやし、はい、まあ、飽きないように釣れやすくなってるっていうのもいいじゃない。いろんな種類もあって。そうなんですよ、どんどん釣ってたから。だからもう負けないで、はい、本当に楽しくね、うん、美味しい魚釣れるんでね。僕もだから子供たちに負けないように今、うん、頑張って絶対釣り上げますわ。頼むから来て。緊張する、うん、これでもさ、フィッシングさんっていろんなところで釣りしてるでしょ。はい、そのフィッシングさんから見てさ、はい、この和歌山マリーナシティの海釣り公園の魅力っていうか良さってどんなところですかね。いや、やっぱ釣り堀はこう気軽に大物狙えますし、うん、分かりました。来た。ちょっと糸張ってください。糸張って、いつ来るか分からないからな。次行きましょうね。次ぐーっと入っていくと思います。いつの下にこれ。なんか他の話し始めたら来るね。もうドキドキするわ。ですね。おー、行った。行きましょう行きましょう。もっと行く。あ、これはあれやね、うん、行きますよ。食べてるね、餌食べてる。あー、抜けた。あー、やられた。ドキドキさせるわね。ちょっとこれが良さなんやろなって。今当たりはあるんですけどね。分かってきた。そうです、これ楽しいです。これだから、うん、ここは気軽に大物狙えますし、うん、外の釣り公園はファミリーフィッシング楽しめるんで ね、はい、ちょっとから幅広い世代が来れるのがいいよね、ここね。そうですね、子供限定もあるし、フィッシングさんみたいな ね、もう半分クロートみたいな人もいけるし、ね、はい、こんな風に向きになってますからね、本格的なね。いや、これはもう釣り上げやな。釣りが趣味の人も、うん、なんとかして。もうちょっと近づけた方が良かったですか？いや、大丈夫だと思います。でもな、まことフィッシングさんやからな。まだ時間ある。あ、時間はもう大丈夫やで。間に合うから大丈夫です。皆さんにぜひ。あ、来た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 来てる。来た来てる。お、もっと食って。スーパーシリーズ釣ってほしいな。岡山さんも、うん、めっちゃ祈ってる。岡山さんもパワーをください。祈ってるね。あれ、なんで？でもなんか自分も釣りしてる気持ちになってきた、本当に。今持ってるよ。スケット、ありがとう。来ました。絶対に当たんないで。まだこんな。絶対に当たんないで。来た。スケット。すごい、すっごい。何が頼んだ？すっごい失ってる。谷垣さん、これは逃がさないでください、ほんまに。そんな、そんな人にプレッシャーかけてやな。でも、そうだね。これもでもすごい勢いありそうじゃない？いや、でも、奥深いです。釣り堀もやっぱりこうね。さあ、つながるニュースのね。簡単に釣れるもんじゃない。そうやね。ラストフィッシングコーナーやからね。簡単に釣れるもんじゃないって、そんな保険かけてるけれども、期待してるで。いや、でもなんかいいね、このヒットしてる状態もいいね。あ、いや、来てます。何やろ。何？あ、タイ。あ、これもタイ？さっきの子？
あ、これも両毛のアマダイじゃないですかね。でかいね。いいタイヤで。あれ、さっきとでも。あ、すごい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 、来てる来てる。あ、でもいいんじゃない。おー、よっしゃ、おめでとう、やった。やりましたね。立派なんじゃん。綺麗やんか。はい、こちらがマリーナマダイでございます。素晴らしい。マリーナマダイ釣れました。見せていただいていいですか。はい。よかったよ。チーム戦やな。すごい。あ、すごい。息が良いやんか。よいしょ。よいしょ、やった。釣りました。自分の手柄にしな。マリーナ自分で釣ったみたいになってる。マダイ、うん、ではないですね、残念ながら、はい、こちらはもう普通のマリーナのマダイでございます。あ、もうでもすっごい立派やん。見てください、この綺麗なね。はい、マリーナスーパーウルトラマダイはですね、はい、これくらい正直でかいの置いてますのでね、はい、豪快な、さらに豪快な引き味があると思います。見てください、このね、タイのアイシャドウ綺麗でしょ。はい、ほんとほんと、こちらがですね、もう、うん、あの色がですね、うん、もう青色映ってるかな、はい、これがすごいシャドウが綺麗なほど、ほんとタイは美味しいです。そうなんだ、新鮮な。そういうポイントも教えてもらえるのね。ありがとうございます。このコーナーの醍醐味でした。いや、よかった、安心したよ。よかった、よかった、よかった。いや、このね、この何々、はい、うん、いや、僕の竿も今、うん、置いてる間、そうやろ、置いてる、食いに来てたんですよ。はい、よかったわ。いや、いや、この番組ね、そうそう、コロナ禍でね始まってフィッシングさん、はい、もう言葉も行きましょうか、一緒にさ、はい、地元応援つながるニュースをお送りしてきてんけれども、明日4月29日をもって放送終了することになりました。はい、この私とフィッシングさんのつながるニュース、ね、ラスト回ということだったんだけれども、あ、どうでした。そう、釣り動画とかさ、はい、写真とか披露してくれたやん。そう、ずっと岡山さんが喋りすぎて、うんうん、あの誠フィッシングの釣り堀、あ、釣り情報ね、うん、誠フィッシングの釣り情報なくなれへんかなってずっと心配しましたよ。そうやな、ちょっと今日ないねんごめんっていう時もあったりなんかしたけど、でも今日はだからたっぷりと、ね、はい、釣りしてもらっていいわ。やっぱ最後生き生きしてるわ。はい、ね、いや、でもね、ほんまにね、うん、いろんな釣りも紹介できましたし、まあ、岡山さんのね、うん、お酒の話もいっぱい聞けたし、本当にいい番組でした。よかった、はい、お互いの趣味をね、ま、またね、いろんな、うん、いろんな角度で釣り伝えていきますんで、本当よね、岡山に皆さん遊びに来てください。いやー、本当にラストナイスフィッシングでしたよ。本当ありがとうございました。で、実はね、5月以降の番組、はい、新番組で木曜日、私とね、ワンダーランド木曜日出演ということですから、引き続きね、よろしくお願いします。はい、お願いします。ナイスフィッシングでした。ありがとうございます。